地域のお店をご紹介する店番。今回は越前市の居酒屋さん京庵をご紹介します。京庵は越前市柴原旧国道8号にほど近いところにある居酒屋。今年で9周年を迎えました。お店は釘屋さん一家がご家族で経営。長男の京平さんが若くして店長となりお店を切り盛りしています。どのようなお店を目指していらっしゃいますか？はい、当店は20名様まで入れるお部屋からお一人様でも気軽に来ていただけるようなカウンター席がございます。地域柄個人店ということもありまして、料理内容の方はもちろんのこと、お客様との触れ合いを大切にして、また来たいなと思っていただけるようなお店作りを心がけていきたいと思っております。春夏秋冬、近海の魚介類など旬の食材を使い、種類も豊富なメニューを提供する京庵。夏のおすすめ料理をいただきました。まずはスズキとアボカドのバルサミコソース。夏が旬の脂の乗ったスズキを使ったおしゃれな一品です。いただきます。おいしい。このお魚のトロッとした感じとアボカドのトロッとした感じがとってもよく合います。バルサミコソースのちょっと甘くて酸味が効いたところが、お魚とお野菜に多分どっちも合うソースなので、もうぴったり、暑い夏になんかすごいさっぱりしててすっごい美味しいです。続いてはこちらも旬のハモのしゃぶしゃぶ。まるで料亭のようで贅沢な気分にさせてくれます。いただきます。すごい、お花みたいになってきました。なんかうなぎみたいな味がする。肉厚で細かい間にだしが染み込んでて、ポン酢も入ってすっごい美味しい。居酒屋さんでこんな本格的な和食が食べられるっていうのはとっても嬉しいです。最後は京庵パフェ。細やかでアートを感じさせる飾り切りが目を引きます。すごい、フルーツの飾り切りが細かくて見てるだけでワクワクしちゃいますね。早速いただきたいと思います。取っちゃいますね。リンゴだ。おいしい、甘い。下にはアイスクリームも入ってます。あ、すごいバニラの香りがいい。あ、キウイだ。すっごいお花になってる。締めにぴったりですね、このパフェ。クリームたっぷりなのが嬉しい。なんかすっごい女子の気持ちが分かってるパフェ。ボリュームがたっぷりあるのでシェアして食べるのも良さそう。ゆうのここに注目。京庵では2540円からコース料理を注文することもできます。90分で1600円の飲み放題コースをつけることも。ぜひご利用くださいね。当店はおかげさまで9周年を迎えることができました。これからも日々成長を努力していきたいと思っておりますので、ご来店のほどお待ちしております。